ちは、佐田の山根です。今日は気になるくせ毛を抑えるメニューを紹介します。よろしくお願いします。くせとか、なんか気になるとこありますか？あ、結構上の方がもうモシャモシャして、はい、短時間でできるのでカラーをする前におすすめすることも多いメニューです。ボリュームがなくなる方がいい感じですか？うん、はい、ぜひとも、はい、で最近あのお店でやってるメニューで、はい、あのカラーリングをやるときに、はい、あのそんなに強いストレートパーマ液じゃないんですけど、あのすごいトリートメントのような感じのもので、カラーと同時にこうストレートパーマができるメニューがあるんですけど、はい、もし時間が今日あれば、はい、10分とか15分ぐらいでさっとそれをプラスアルファでできるんですけど、やっていかれますか？あ、お願いします。はい、わかりました。まずシステアミン配合で弱い還元力のある処理剤を全体に塗布します。スチームを当てて5分から10分置き毛髪をチェックします。 OK なら薬剤を洗い流します。癖が強い場合はここで軽くアイロンで伸ばすこともあります。ここでケラチン、コラーゲン、シルク PPT を配合して塗布します。髪の内部をしっかり作ってくれる効果があります。ドライヤーを当てて少し乾かします。癖が強い場合はここでもワンスルーくらいアイロンを使うこともあります。この後アルカリカラー剤を使ってカラーをしていきます。仕上がりです。気になる癖が抑えられると同時に処理剤の効果で柔らかい質感になっています。もちろんカラーも綺麗に入っています。本格的にストレートパーマをかけるほどではないですけど、癖が気になるというお客様に喜んでもらっています。